はい、皆さんこんにちは、つむじんです。本日は前半の動画でもあった通り、中目黒にあるスターバックスリザーブに行ってきました。早速になりますが、購入品がこちら。じゃん。はい、すごく素敵な紙袋、スターバックスリザーブロースタリーっていうことが書かれていて、なんともおしゃれな袋に入れていただいたんですけども、こちら開けるのを楽しみにしていたので、早速開封していきたいと思います。1点目が、今年の春頃に、販売しますよという情報が出て、すごく欲しいけど手に入らないだろうなと思っていたグッズです。それがこちら、じゃん。はい、桜のグラスチャームタグですね。カッパータグ、桜っていうことが書かれていて、こちらね、もうリリースが決まった時にこれはぜひ欲しいなって思ったんですけれども、中目黒のロースタリーでは多分あっという間に完売かなってことを私は感じてました。で、お店の方にね、伺っていたら、結構こう長い期間完売してしまっていたようなんですが、つい最近また入荷したんですよっていうことを教えてくださって、春生まれなのでね、こちらのタグはやっぱり欲しいなっていうことを思ってました。で、私たちが行った時はまだまだ店頭にも並んでいた感じだったので、私みたいにね、こう桜のタグ欲しいけれど完売かもしれないなって諦めている方は、もしかしたらね、今が狙い目かもわからないですね。裏側にはトラベラーズカンパニーメイドインジャパンっていうことが書かれてますね。このね、可愛らしいピンクカラーのチャームはトラベラーズノートでも初なんじゃないかなっていうことを私は感じています。うん、本当に出会えてよかったです。こちらと、で、お次がこちら、じゃん。はい、中目黒限定のリフィルですね。いや、これ素晴らしいデザインだなと思って、昨日からね、何度も眺めてしまっているんですけども、文字がね、こう中目黒っていう風に書かれていて、でスターバックスリザーブの建物、すごくね、特徴的な建物が描かれていたりとか、目黒川もね、桜が咲いているよっていうような様子が描かれています。なんでチョコレートなんだろうな。で、こちら開けてみると、いやー、見事ですね。こちらも桜のタグと同じく、ちょっとこうピンクがかった箔になっていて、すごく綺麗なんですよね。いやいやいやーって、もう見るたびにこれは幸せになるリフィルだなーっていうことを思うんですけれども、で、裏側にもキラキラしてる「スターバックスリザーブロースタリー東京」っていうふうに書かれていますね。で、中側が、中側、地図だ。へえ、珍しい。中目黒マップ2021年10月の情報です。あ、なるほどなるほど。私たちはね、中目黒駅から目黒川沿いに沿ってずっと歩いていって、で、スターバックスリザーブロースタリーまで行きましたね。うん、徒歩15分っていうところではあるんですが、夏場のかなり暑い時期はね、日傘必須かなっていうことを感じていました。動画内で出ていたラーメン屋さんは大体この中ほどあたりですね、ここら辺だったかなと思うんですけど、すごく美味しいラーメン屋さんでした。中目黒駅の反対側にもトラベラーズファクトリーがあったので、ちょっと後で書き込んでおこうかなと思います。このコウモリのマークなんだろう、すごく気になってしまう。グリーンビートゥーバーチョコレート、へえ、気づかなかった。そういう美味しそうなお店があったんだ。いや、おしゃれですね、これすごいな。で、中は無地のリフィルになってますね。いや、これもちょっと使うのが楽しみで、ちょっとね、これしばらく眺めて楽しみたいくらい素敵なリフィルかなっていうことを思いますね。桜のね、プラスタグが載ったトラベラーズノートとかも描かれてます。そう、
あのカステラもね販売されていたんですけど、ちょっとねカゴに入れそびれてしまって、次回はぜひカステラ買いたいなってお土産に思いました。で続きましてこちらですね、パスポートサイズのリフィル、こちらが Starbucks Reserve の中の内装の様子をそのまま描いたような、すごくね素敵な絵柄になってますね。そう、あ、こんなのあったなとかね、ちょっと後で見て思うんですけど、そのね訪れてすごく嬉しかった時の中の様子とかがありありと思い出せるようなデザインになっていて、こちらもすごく素敵だなと思いますね。オリジナルサイズの方よりもややこちらのねキラキラが少し落ち着いた色味で大人っぽい感じかなっていう印象を受けますね。で裏側はシンプルですね。で中はこちらも無地になっていて、こちらは特に地図とかは入ってないですね。素敵だ、うん、ちょっとこれはねなんか旅の思い出にもねぜひ買いたくなるような素敵なリフィルなんですよね。そして続きましてがこちら、じゃん、はい、もうね桜のタグにこれはぜひ合わせたいと思ってちょっと憧れていた初めてのブルーのカバーですね。パスポートサイズ購入させていただきました。これはねいやーどうしようかなってちょっと悩んでいたんですけれども、やっぱりねなかなか中目黒まではいけないということで、ちょっとね思い切って購入させていただきましたね。コットンケース、牛革カバー、ノートリフィルの無地と、あとスペアゴムバンドが入っていますね。ブルー初めてだからちょっと楽しみだな。厳重に入ってる。いざ。しっかりとくるまれていて、ゴムバンドはこちらのちょっと黄色いようなゴムバンドも入ってるんですね。で入ってるのが、うわー、うわー、すごいブルーでちょっとモス字が入ってますが、スターバックスリザーブロースタリー東京、わー、すごい、なんていうかこちらも想像以上にちょっと鮮やかで綺麗なブルーなんですね。いや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 、ちょっとね早速桜のチャームセットしていこうかと思います。で中はいつものねエンジ色の無地のリフィルですね。何書こうか楽しみになってしまうんですが、チャームを通してお、いやこれはかわいい、すごいな。はい、ブルーのスターバックスリザーブロースタリーのカバーにセットするとこんな感じですね。いやいやいや、なんかねちょっとこう夜桜っていうような雰囲気にもなって本当にかわいらしいですね。ちょっとねこの刻印っていうのがまた渋いんですよね。でちょっとこのね初めからある傷とかもまあ使ううちにだんだんどんどん馴染んでくるかなと思うので、気にせずどんどん使っていきたいなと思います。で裏こんな感じになって、トラベラーズノートブック、いつもの刻印が入っていて、で今ねあの連結バンドをちょっと切らしてしまってたので、とりあえず1冊目ちょっと入れ替えました。こちらにしてますね。1冊目こちらを入れて、でどんな風に使うんだいっていうことを言うと、私はこちら3冊リフィルを入れたくて、英語用のリフィルとハングル用のリフィルと、あと中国語用のリフィルを挟んで、その言語だけで書くノートっていうのを作ってみたかったんですね。それで、こちらの手帳を楽しく使っていけたらなと
思っています。なのでね、語学勉強用にこちらのトラベラーズノートの素敵なね、スターバックスリザーブの手帳は使っていきたいなと思っています。そして続きましてがこちらですね。じゃん。こちらがブラスクリップ、こちらもスターバックスリザーブ限定の絵柄になりますね。出してみますと、そのまま建物がこう綺麗に刻印されたようなクリップになっていて、これも素敵なんですよね。いやいや、これはぜひね、一緒に使いたいなと思って購入させていただきました。合わせてみると、ちょっとね、皮に挟むのがまだもったいないので、中側に挟んで、こんな感じ。閉じてもちょっと上が見えてますね。うん。いや、すごいな、これは。こちらのね、クリップもあることでね、どんどんじゃんじゃん使っていきやすいかなっていうことを思っています。で、スターバックスリザーブでは入り口でね、素敵なポストカードもいただきましたね。いや、これ友達とすごくテンションが上がってしまっていたんですけれども、1階は何があるよとか、2階3階4階ですね、どういう作りになってますよとか、何がありますよっていうのが分かるように描かれてますね。本当にこの1階の巨大なマシーンっていうんですかね、びっくりするぐらい大きくて、うん、想像のね10倍ぐらい大きくて、ちょっとびっくりしましたね。こんな本格的なお店なんだなっていうのが、もうちょっとね小さなお店を私はイメージしていたもんで、うん、本当に驚きました。そうでね、私たちが行ったのは平日の10時半ぐらいだったかと思うんですけれども、全くね間違いなくスルスルっと入れたので、それもねありがたかったかなっていうことを思ってます。で、続きましてちょっとしわくしゃですが、じゃん。はい、トラベラーズファクトリー中目黒の方に行ってきて、紙袋にねキュッと入れたらちょっとしわくちゃになっちゃいましたね。 Have a nice trip っていうことが書かれていて、後ろにねかっこいいシール貼ってありますね。そう、せっかくだからちょっと筆記具を少し買いたいなということを思いまして、購入してきたものをまとめて、じゃん。はい、こちらすごく気になっていたブラックウィングという鉛筆ですね。消しゴムがついていて、ちょっとね使いやすそうかなってずっと気になってたので、こちらスケッチなどにね楽しく使っていきたいなってことを思っています。こちらと、あとこちらマーブル模様の鉛筆ですね。こちらは先端が虹色なんですよね。すごく面白い虹色になっていて、ちょっとね描くのが楽しみになる色鉛筆かなってことを思ってます。ハードマッチマジックっていう風に書かれてますね。いやー、面白い鉛筆がトラベラーズノートでは販売されているんだなと思ったんですけれども、で、最後にこちら感謝ですね。友人から飲んでねっていうことでいただいた、ちょっとねうっすら見えてるんですよね、ムーミンがいると思ったんですけども、これは、あー、かわいい、うわー、この箱すごいかわいい。ザ・ティー1830年ですかね。いやいやいや、いや、この箱取っとこう。ムーミンママズローズですかね、ローズティーかな。紅茶のコクと蜂蜜の芳醇な香り、濃厚蜂蜜紅茶、へえ。ちょっとね、ぜひ次回のあの手帳タイムの時に早速飲ませていただきたいなと思います。ありがとう。たくさん飲ませてもらいます。ということで、実は今撮影アートなんですけれども、ちょっとね乾燥していて、
これから使うのに傷が入りやすいかなと思ったので、ちょっとラナパーを入れておこうかなと思っています。で今実はね、あの裏だけラナパーはちょっと軽く入れたところですね。少しツヤっとしていて、ちょっと表も入れていこうかと思います。ちなみに私はこちらでオイル入れてますね。ラナパーの大きなボトルと、あとこの付属の黄色いスポンジ、これでいつも入れてますね。結構ね、このオイルを入れる作業もなかなか楽しいんですよね。適量を取って、で伸ばしていきます。なるべく均一になるようになじませていきますね。均一になってるかなちょっとね、いつも入れながらいつも心配になるんですけど、オイルをのせたらね、さっさっさーとなるべく早く伸ばしていきますね。であとはちょっと手でなじませていきますね。オイルを入れたらね、しばらくあの触ってなじませるということをやってますね。うん、もう全然わからない。若干ね、あの塗ったムラがあるのはまあご愛嬌ということで、使っていくうちにね、このムラもまあどんどん馴染んでいくかなと思うので、使い倒していきたいなと思ってます。うん、やっぱり刻印が素敵だ今表と裏でオイルを入れ終わった後ですね。結構こうしっとりとして乾燥具合が落ち着いたかなと思います。傷のね、白かった線もほとんど見えないぐらいまで綺麗になりましたかね。これでね、ちょっと初めのお手入れは完了ということで、うん、いい感じになりましたかね。よかったよかった。結構ね、他のあのトラベラーズレコーズとか、あと東京駅のカバーより若干乾燥しやすいのかなという印象があるので、ちょっとね、気がついたら時々オイル入れていきたい革かなということを思いました。ということで撮影後にはなるんですが、これで使う前のセットアップ私は完了ですね。うん、よかったよかったで、次回は実際にこちらの手帳に書き込んで、ちょっと中身を作っていくっていう動画をアップしたいなと思っています。よければお楽しみにしてください。それでは本日もご視聴いただいてありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。では次回の動画でお会いしましょう。つむじんでした。またねー。